どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、北関東ブロックの群馬、栃木、茨城の2020年度の問91から問100までの過去問の解説を始めていきたいと思います。はい、過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。問91番です。次の表は、ある眼科用薬に含まれる成分の一覧であると。いっぱいありますね。いや、こういう問題苦手ですよね。そうなんですよ。でも、こういう問題出てきますので、ぜひぜひ、克服していきましょうね。はい。そして、この眼科用薬に含まれている成分に関する次の記述の成分について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。ビタミン B12 は目の調節機能を助ける作用を期待して用いられる A は正解ですね。そして B、コンドロイチンですね。こちらはヒスタミンの働きを抑えることによって目のかゆみを和らげますよと言ってますけど、ヒスタミンの働きを抑えるのは抗ヒスタミン成分ですよね。で、このコンドロイチンに関しては、これは保湿成分になりますので、B は誤りとなります。大丈夫でしょうか。はい、そして C です。は正解。そして D ですね。テトラヒドロゾリンは新陳代謝を促して目の疲れを改善する効果を期待して用いられますよとなってるんですけど、この新陳代謝を促して目の疲れとかを改善する効果があるのは、これはアスパラギン酸カリウムとかアスパラギン酸マグネシウムとかそういったものの記述になりますから違います。いいでしょうか。はい、ということで、そんなところでは D は誤りとなります。なので、5番が正解でした。では次行きましょう。はい、今度は問92番です。外皮用薬及びその成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A 正解、そして B、ステロイド性抗炎症成分は、広範囲に生じた皮膚症状や、慢性の湿疹、皮膚炎を対象としていますよ。ダメですよね。そうなんですよ。ステロイド性抗炎症成分、広範囲に生じた、皮膚の、症状とかですね、広範囲はダメです。局所的にですね、局所的に、使っていくようなものとなりますので、あんまり、広いもの、あとは慢性のもの、そういったものは、しっかりと医療機関を受診してあげるようにお勧めしてください。はい。なので、B は誤りとなります。そして C、打撲や捻挫の急性の腫れに、対しては、温感刺激成分、ダメです。はい、なのでダメですね。そういったものが配合された外用鎮痛薬。とにかく打撲とか捻挫などの急性のものに関しては、とにかく冷やしてあげる必要があります。冷やした方がいいです。で、温めるようなものというのは、慢性的な痛みとかそういったものに対しては温めてあげるものを使ってあげてください。ということで、ここでは、温感刺激成分というものは誤りとなりますので、C は×となります。はい、そして D は正解。なので、答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い93番です。白癬及び白癬の治療に用いる抗心筋成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A と B は誤り、C はですね、ピロールニトリンですね。こちらは患部を酸性にすることによって、皮膚糸状菌の発育を抑えますよ、となっていますけど、これ×ですね。ピロールニトリンというのはこちらにも書かせていただきました。菌の呼吸や代謝を妨げる働きがあるのがピロールニトリンの働きとなります。なので、こちら、患部を酸性にする、皮膚糸状菌の発育を抑える、これは、ウンデシレン酸とか、そのあたりの記述になりますので、誤りです。大丈夫でしょうか。ここの患部を酸性を、ウンデシレン酸をですね、患部を酸性じゃなくて、患部を塩基性とかアルカリ性とかって引っ掛けてくることもありますので、十分に気をつけておきましょう。はい。では次、D ですね。ブテナフィン。は、皮膚糸状菌の細胞壁に作用して、その増殖生存に必要な物質の、輸送機能を妨げていきますよ、となっておりますけど、はい、こちらはですね、ブテナフィンに関しても、こちら前に書かせていただきました。皮膚糸状菌の細胞膜を構成する成分の酸性を妨げる、そんな役目がありますので、なので、こちら、何ですかね。その増殖生存に必要な物質の輸送機能を妨げていく働きがあるのは、シクロピロクスオラミンの記述になりますので、シクロピロクスオラミンの記述になりますので、十分に気をつけておきましょう。よろしいでしょうか。はい。ということで、D は誤り。はい。では次行きましょう。ということで、問93は2番が正解でした。では、
問い94番です。止痛薬およびその成分に関する次の記述のうち正しいものはどれかということで、はい、こちら答えは正しいのは2番が正解となります。1番、右食を生じた部分における細菌の繁殖を抑えることを目的として低カインが用いられますよとありますけど、低カインは局所麻酔成分でした。なんとかカインとついてるのは局所麻酔成分の特徴だったりもしますよね。はい、なので低カインは局所麻酔成分なので、この細菌の繁殖を抑えることを目的とするのは殺菌消毒成分になっちゃいますので、1番は誤り、それから3番、冷感刺激を与えて、知覚神経を麻痺させることによって鎮痛効果とかを期待していくものとしては、アミノアンソコーサンエチル。アミノアンソコーサンエチルも、これも局所麻酔成分ですよね。なので、こちら、霊感刺激を与えることを目的としていくものは、例えばメントールとかカンフルとか、ハッカ油とかユーカリとか、そういったものが該当してきますよね。はい、なので3番は誤り。はい、そして4番。止痛薬により、歯の右食が修復が期待されますよとありますけど、止痛薬はあくまでも痛みをこうどうにかしてあげようと言ってるところになりますので、修復が期待できるわけではございません。はい、なので、このあたりはデンタルドクターですね、歯科医に、歯医者さんに行きましょうという話になっちゃいますので、4番は誤りということで、問い94番は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い95番です。一般用医薬品の禁煙補助剤に関する次の記述のうち、正しいものはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。1番はですね、これ違いますよね。禁煙補助剤の種類には咀嚼剤、それから経口液剤及び軟膏剤がありますよとありますけど、経口液剤、軟膏剤はございません。咀嚼、噛み噛みしていくようなね、タイプのもの、がありますけど、あとは、皮膚に貼るパッチタイプのものもございましたので、そんなところで1番は誤りです。それから2番、妊婦ですね。ごめんなさいね。妊婦、母乳を与える女性でも使用。ダメでしたね。ダメです。はい、それから他のニコチン含有製剤を併用。ダメでしたね。ということで3番誤りとなります。はい、ということで4番が正解となりましたね。はい、では次行きましょう。問い96番です。需要競争保険薬に含まれる成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B 正解、 C ですね。一般用医薬品におけるビタミン A の1日分量は1万国際単位が上限となってますよ。違いました。はい、ここに書いてみました。ビタミン A に関しては、これはレチノールと呼ばれておりましたよね。で、その、とこではですね、4000IU、IU は国際単位です。インターナショナルユニットの IU です。はい。で、4000国際単位と1万国際単位というのがありまして、4000国際単位が上限になってます。なので、1万国際単位ですね。1万国際単位が行きますと、ごめんなさいね。1000点以上のね、症例が出てしまったので、ということで、4000に抑えられてるんだな、というところですね。しっかりとここもビタミン A の上限がどうなのかっていうところを必ず抑えるようにしてあげてください。よろしいでしょうか。はい。ということで、C は誤り。ということで、問い96番は1番が正解となりました。では次行きましょう。問い97番です。小薬に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A、カッコンは猿の腰掛けか松ほどの金閣で、違いますよね。で、B、ルクリョウは豆科のクズの、違いますね。ということで、これ、ちょっと2つつなげて言っちゃいましたけど、A と B は主語逆です。そうですね、カッコンは豆科のクズです。そうですね。伏量は猿の腰掛けの松ほどの金閣になりますので、はい。なので、A と B は主語が逆になれば正解となりますので、A と B は誤りでした。はい。そして C です。暴風は、セリ科の三島の最古の根を。三島最古って、あれですよ。三島っていう地域があるじゃないですか。ね。静岡とかに三島ってありますよね。三島大社とか大きいのありますよね。そう。そこで、ね、の、名産品になりますので。なので、そんなところでは、三島最古って言ってますので、最古剤になりますから。だから、これは暴風の記述ではなく、最古の記述になっちゃいます。じゃあ、暴風は、こちら書いてみました。セリ科ですね。同じセリ科なんですよ。だからちょっとややこしくて引っ掛けてくるんですね。気をつけていきましょう。セリ科です。これもセリ科です。の、暴風の根を使っていきます。発汗とかね。
鎮痛作用とかがありますので、ぜひぜひこちらを参考にしておいてください。はい、ということで、それから D は武士、これは正解ですね。トリカブトになりますので、ということで4番が正解となりました。では次行きましょう。問い98番です。漢方処方制限に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、オーレンゲ毒湯ですね。これは正解です。大丈夫でしょうか。はい、ということで、特にこれはですね、いろいろな働きがありますよね。二日酔いとかにも効果ありますよとかね、そういったところでは、大丈夫でしょうか。それから B、防衛扇糖です。はい、こちら、肥満に使っていきます。そして汗のかきやすい人、バン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 汗かくようなタイプの人ですね、もう水ガン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 飲んでるようなタイプの人にはですね、この B の防衛扇糖を使っていきます。お腹がいくら冷えても全然大丈夫な人ですね。はい、それから C、防空通商さんです。はい、こちらはですね、体力中等度以上で赤ら顔で、時にのぼせがあるもののニキビとかで、赤鼻、シュサーとかって書いてありますけど、これ違います。はい、ここにちょっと書いてみました。赤鼻、シュサーっていうのは、これは正常防風灯になります。大丈夫でしょうか。正常防風灯です。ね、シュサーっていうのは何かというと、鼻のこう頭とかが赤くなってしまう、ものですね。なので、原因はあまりよく分かってないらしいんですよ。そうなんです。で、ただ、お酒をよく飲んでる人とか、そういったところの可能性があるんじゃないかと言われていますので、こう血管がね、ボーンとね、拡張してしまってね、赤くね、見えてしまうのが、そんなのがシュサーというものになりますので、ちょっと知っておいてください。だから、もうシュサーときたら正常防風灯というような形で、ここはちょっとこう、反射的に、瞬発的に答えられるようにしていただくといいかなと思います。ちなみに、防風通商さんも、これも、先ほどの防衛扇糖と同じように、肥満に適用があるものでしたね。はい。で、特に、防風通商さんに関しては、皮下脂肪かというところね、皮下脂肪が多くてとかっていうタイプの人に使っていくものでしたので、このあたりももう一度テキストなどを見て確認しておいてください。はい。では、そんなところで問い98は、3番が正解となりました。では次、問い99番です。殺菌消毒成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、殺菌消毒成分なんですけど、こちらは例えば A のエタノール、いいでしょうか。一般細菌、心菌、結核菌、ウイルスすべてに効果がありましたね。A は正解です。それから B、次亜塩素酸ナトリウムですね。次亜塩素酸ナトリウムというのは、ハイターとかブリーチとかそういったものですよね。で、そんな次亜塩素酸ナトリウムは、皮膚刺激性が弱い。いや、そんなことなかった。皮膚刺激性が強いですよね。指がなんかヌルヌルしてくる。要は、皮膚のタンパク質が溶けてるんですよね。なので刺激性が強いですよね。はい、だから通常人体の消毒、通常は用いませんので、B は誤り。そして C は、クロールイソシアヌル酸、そうですね、プールなどの大型設備の殺菌消毒に使っていくものになりますので、 C は正解ということで4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い100番です。殺菌、ごめんなさいね、殺虫剤、忌避剤および衛生害虫による、症状に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番ですね。 A、 殺虫剤、忌避剤は、忌避剤というのは虫除けスプレーとかそういうものですね、は、人体に対する作用が緩和なため、医薬品として扱われることはなく、すべて医薬部外品というわけではございません。確かに医薬部外品の方が多いですけど、医薬品に分類されているものもございますので、A は誤りです。そして B、フェノトリンですね、ピレスロイド系の、ね、配合されたシャンプーとかね、ありますよということで、B は正解ですね。それから C、屋内人生ダニですね、屋内の人生ダニに関しては、殺虫剤や、殺虫剤を散布する場合には、エアゾール、それから粉のタイプですね、の、使用は避けと。そして水で希釈する薬剤を用いていきましょうとありますけど、これ×なんですよ。何かというと、エアゾールとか粉のタイプは OK です。そうなんですよ。なぜかというと、この後、水で希釈する薬剤はダメなんですよ。なんでっていうと、ダニは水分が好きなんですよ。なので、その湿度とかがダニの増殖を招いてしまう可能性もありますので、なので、水で希釈するタイプのものはダメなので、C は誤りとなります。はい、そして D は正解となりますので、このあたり大丈夫だったでしょうか。ということで、問100番は5番が正解となりました。
はい、ということで、いやー、北関東ブロック、皆さんどうだったでしょうか。第3章、難しいところもありますけど、基本的なところが比較的多いので、ぜひぜひできなかったところはですね、もう一度復習をしといていただきたいと思います。はい、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、LINE アットなどに登録していただきますと、下にありますので、そちらからですね、登録していただきますと、質問など、あとは、試験の情報だったりとか、そういったこともいろいろ配信しておりますので、ぜひぜひ、ご登録いただきたいな、と思います。ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。